待ちだわ、待機中だわ、待機部屋だわ。大丈夫？あと1200だから。買ったら行くわ。アナ美術大学、ここスカスカでローラーだと物見えなんだよな。アマビスキー、おらおら、もう3分お待ちください。はあ、待機すら。このゲームさ、待機やめるが欲しいよね。諦めて次の戦い行きたいよね、無理だったら。あ、ロビーはあるよ。あるんだ、待機中は。うん、おかえり。あれ、倒せてないし。戻ってくるタイミングちょっと分かりにくいな。ああ、着地狩り、着地狩り、あちあち、はい、スーパージャンプじゃなくてプレッシャーの方。ああ、行き過ぎるとこっちがしますね。よし、相手側が全く自分塗ってない。ロボットボム3人死んでる相手。よし、一本決めよう。相手一人少ないのかなっていうぐらい塗られねえぞ。うん、相手一人少ないんじゃないかなっていうぐらい。上から視界取ろう。シールドごと無事殺してやった。北斎が、相手の北斎が活躍している。北斎強いわ。ちょっと帰ってくる。いって、よし、相手の北斎強いけど、まあ、あれこれ勝っちゃうね。タケちゃん来た時には俺も銃なってんだ。マジかよ。せっかくだからね、こう銃のお披露目、お披露目の戦いを。銃になったらね、ちょっと武器だけ買い物チェック。6キル、なかなか。スペシャル1回も使ってない人って何なんだろうねって。よし、銃になっちゃったけど、使うタイミングなかった。もう1回いくぜ。これで俺がさ、いなくなったらさ、ああなるのかな、あの部屋にいませんってなるの。それともタカちゃんが俺がいなくなった部屋にいるの。い、多分そうじゃない。もう部屋自体には入ってるから、まあ、せっかくだからね、コンボトラックこれ買って気持ちよく、あのね、買い物帰りたいね。そしてその後はガチに行きたい。行くぜ。お、ちょうどチームじゃねえか。気持ちよく勝とうぜ。あれ、ブラスター、ブラスター、ラビット、ラビット、ラビットの火力足りなくねっていう。足りねえよ。よし、北斎、あの北斎ね、突っ込んでくる傾向にあるからね、囲んでボコればいいよ。はい、お、帰った、帰っていった。うめえ、うん、まあ正解だね、今のは。使いどころがうめえ。攻めていっていいぜ。いいぜ。じゃあ上取っとこう。この上結構危ないんだよ、ここが。
さあ。いやー、やられた。ロボモンも嫌い。つうかさ、あのイカ速アップかける3のさ、カーボンか、イカ速アップとローラー塗りながら速度1はダメだったけど、2は大丈夫なのか。ダメだろ。だとしたら意味のないギアの組み合わせ勘弁してほしいんだけど。もう横からマコママに叶えた。あのカーボンイカ速アップかけるのは意味ねえんじゃねえかというね。イカ速は意味あるし、人速は意味ない。人速アップかけるさんでカーボン走って速度上がらないんだったらあんまり意味ないんでやめてほしいんです。気づかねえ。ロボボム、ロボボムって誰のサブだろうね。筆国際。あ、これ無理だ。完全に孤立してる。てか真ん中濡れてないからどうしようもない。だからといって、よしよしよし。てかカーボンは走れよ。なんでカーボンで振ってんだ。直殴り。なんでカーボンを知らねえんだ。なあ、まあ走ると取られる苦い経験があるんでしょう。カーボンが走って塗ってくれないとどうしようもないんだけど。シールドが普通に打ち負けた。シールドごと殺したぜ。ダメだ、あのカーボン。せめて帰る前に買って帰りたいね。よし、やったけど濡れるか。やったね、やったね。せめてちょっとでも。どうだ、無理じゃねえかな。だ無理だな。全然ダメ。うわー、ブラスター釣れ。ブラスター使えてないだろ多分。全然だよね、殺してないし。あ、でもめっちゃ濡れてる。もう濡れてる方ではあるね。ファソラピッド戻る。一緒勝ちたいな。できればできれば一緒のチームで。せっかくの俺の10記念だからさ、せめて俺勝ち終わりしたいわ。同じチームじゃなくてもいい、せめて勝ち終わりを。美術大学。また北斎いるのかな。てかパブロより北斎が先来たね。ここは。お、一緒だ一緒だ。勝ち終わりだ。パブロいねえんだよ今回な。まあどっかで追加されるかもね。結局はあれだからね、筆のバージョン違いだからね。面白いとは。あー、取れなかった。シールド張りやがって。シールド張ったの今か。もうシールドつくんや。よしよし、わしが育てた。近づかれるとちょっと自分のつらい。裏乗ってくか。超来られてる。よし、あんま行きたくねえな、これ。だいぶ倒した、中央までは。オッケー。上いるわ。よし、だがやる。あいつ降りたな。ここ上だね。やられたー、下にいる。そ取り返した。もう一人いる。マニューババンがいた。あー、殺せなかった、マニューバー。めっちゃ攻め上がられてる。でも中央直したか。中央に向かって。中央の濡れが全く足り。
シールド来た。ちょっと強気に攻めていく。ナイス。ここの辺ちょっともらっとこう。コロコロ。うわー、打ち負ける。仲間にシールドを張る。すごっ。これは俺のミスだな。相手の足場に突っ込んだのってか、そこ塗られてることがまずいんだよ。ミサイル来た。近い。やべ、僕来た。うっほう。そうの逃げられるとね、追いつけないんだよ。下塗られちゃってるから。よし。今の着地狩りはして欲しかったぞ。ここまで下がられたら当然。もう近づかれたら何もできん。勝てねえ。あー、ブラスター強いな。使われるとイラッとするけど。自分だと使えんだろう。使えん。いつものね、ホブラじゃねえな。なんだったっけ。フォーカス？いや、超近距離のあれ。ノバか。ノバか。うん。ノバはまだかな。やった、ギアパワーアップだ。一生させてくれ。俺に一生させてくれ。勝ち終わりさせてくれ。やっぱライトニングさんはね、なんだったっけ、後期です。 FF13 の16使いや。はいはいはい。もう覚えてねえわ、あの肩書き。ライトニングさんの肩書き。いない。ライトニングさん、重力使い。また同じチームだ。タンちゃんいない方が勝てる気がする。ライトニングさん全だよ。前行かねえ。前行かねえ武器やのにサブが地雷なんだよな、これ。どこで踏ませるんだっつうの。もうすぐ登ってくる。バカバもんね。危ねえ。逃げ帰った。塗りながら回避の後。前、今できてんなら仲間にヒールド。よし。2人倒してるな。下にいる。ちょっと中央取り返したけど、だいぶ塗られてるな。後ろがね。守らない。計らい目がけど、ウーパー着地じゃねえか。守らなくていいんじゃねえか。あんなの無理。ふわくるくるくる。このライトニングさんやべえな、動き。そう、ライトさん強いんだよそれ。 FF に帰れって言いたくなるよね。負けてる。3人殺されたよ。ライトニングさん、ガチ帰れ。来んな。逃げよう。ぶち殺しまくってるからシールド張られまくってどうしようもなくなるっていうね。インク不足、インク不足。来た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 。もうサッチェン。
ライトニングさんやった。オッケー。おかえり願った。よし。裏塗られてんな。前、逆に前塗ろう。後ろ塗られてるけど。もう帰ってきた、ライトニング。ギリギリ生き残ったけど、なんかみんな死んでる。あー、相手側の陣地まで行けてないから負けだな。青いな、これ。青いわ。あー、ちょ、ライトニングさん、パネルですけど。めっちゃ塗った。本当だ、ラピッドでえらい塗ってる。ちょっとライトニングさん、あんたこんなところにいていい人じゃないよ。本当 FF13 に帰れ。30か。13だ。直撃狙わねえとな。ライトニングさんまだいるぜ。でチームになった途端にテメラ返すんだろ。いやー、ライトニングさん活躍してくれよ。あるあるだよね。いつになったら俺は勝ち終わりができるんだ。せっかく10になったのに。よし、ライトニングさんだ。やったな、勝ったな、勝った第3部勘だ。ライトニングさんの動きを参考にしよう。ライトニングさんいるんなら、あの先行でど真ん中取ったら、あと勝手にライトニングさんがやってくれる気がする。ライトニングさんの特攻行ったやつと、ライトニングさん早っ、もう溜まってる。こちらはたまった。俺もライトニングさんにエンド。で俺その後ろ。よし、さすがバーリア。さすがライトニングさん、めっためた。いや、頼りになるな。鉄追っかけ。おしんにやられた。はい、よし。あそこ毒だぜ。ポイズン今回範囲広いよね。しかも長いよ。うん、俺がおとりになってたらライトニングさん勝手にやってくれる。いねえな。こんなに来ても危ない。こっから行けるのか。ポイズンパン。よし。ちなみに。よし、逃げれた。ぶんね。やっぱこの辺抜けてるからこそだね。逃げれるのは。いたか。そう、逃げ切れてないから。ライディングさんやられた。ライトニングさんにやられることはないんで、ライトニングさんがやられたのか。いや、そうライトニングさんにやられたって裏切ったのって思って。がうお、まあ、めっちゃ塗ってるけどね。これは勝ちましたわ。これは勝ちましたわと言いたいところ。あと1分。よし。いや、センサー強いな。右手に多いな。右手から来てる。今のは俺の。インクは巻きまくり。はいはい。おお、直撃させられた。ブラスター。やばいやばいやばい。今3人死亡はやばい。これやばいやばいやばい。塗り直さないと。おちょ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 、これはガン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 。やべえんじゃねこれ。やべえ、最後の。あれれ、おかしいぞ。途中ずっとボロ勝ちしてたはずなんだけど。残り30秒で全部取られたな。あるあるやな。おお、まさかのライトニングさん引いて負けた。
ライトニングさんガチャ成功したのにな。あーイライラする。勝ってねえとな。勝たなければ。ライトニングさんはあの FF に帰ったらしい。これはもう違うライトニングさんか。さあ勝ち終わりしたいって言ってた。4戦目ぐらいなんだけど。お、別チームだ。よし、じゃあ勝ったな。果たしてどうかな。あれ、しかもライトニングさんこっち。ライトニングさんいないいない。 FF に帰った。あ、マジか。じゃあいいや、勝ったわ。何言ってんだよ。違う、ライトニングさんが勝ちなんじゃなかったの。けどタカちゃん引いた方が負けだったんだよ。いやいやいや、勝てるさ。うちのサッチンがどうにかしてくれる。よし、あー、さすがに無理。プレスタツラ。うっそ、もうあのスピナー嫌い。よし、あれやっぱり負けガチャだったんじゃねえか。いやいやいや、勝ちますよこっから。よし、よし、あーシールドあったけど相手まで持ってった。いいねえな。上か。ブラスターも結構きついんだよ。見えた。あれ、いいね。よし。何やってんだあいつ。おじさんやったぞ。何やってんだよ。へへ、アプリコバケツ嫌い、バケツ嫌い、バケツ嫌い、帰れ。よしよしよし。サブ打つと何も使えねえんだよなこのゲーム。サブ効率ないと話にならん。こいつバッグ、2人やられたってふざけんなって。あと40秒でこれはでかい。クソ、外れがちは向こうのはずなのに。あれ俺だったのか。外れがち行かさねえよ。分かってしまったか。逃げられた。そこだ。よし、よし、この濡れ濡れ濡れ。頑張って、頑張れ、頑張れ。超頑張れ。やべ、濡れ濡れ。わからない。見てる余裕なんかない。どうだ。真ん中。ほら、自分が切る。そっち自分超汚ねえぞ。自分が。ああ、だがダメ。勝ったー。めっちゃ汚ねえじゃん、そっちの自分。あぶねー。やったやった。やべ、負けガチャの正体は俺だったのか。俺を引いた方が負けるのか。今夜はドンカツでいいぞ。くそ、ドンカツしねえと。ドンカツ。